お疲れ様でーす。そこにいるんだ。すごすぎるんですよ、ケンさんが。そうですよね。頑張ったねー。もう。ございます。ありがとうございます。最速で押しました。ありがとうございます。早かったです。まだ配電盤前にたどり着けてませんでした。たどり着きませんでした。僕が一番ドロップシップ最後です。はい、多分ジグジさん以外全員降りてきてました。はい。で、なんか東さんがなんか銃でも持って待ってるのかなぐらいの。ドロップシップで門番してましたね。はい、出てきたらやる、これはやられるのかもしれないと思ったらゲンさんがボタンを押してくれました。まあ、先に共有してました。なんか話すことなさそうだったら最近の悩みを聞いてもらっていいですか。はい、どうですか。何ですか。どうしました。コーラスの右上の鍵のタスク、僕のマウスが言うこと聞いてくれないんですよ。フッっていうのが動いてくれなくて、左も嫌いなんですけど、右の鍵のやつがうまくいかないとフッフッフッって動かなくて鍵が全然開きません。マウスを買いましょう。はい。アンノさんにも言われたばっかりで言われてましたね。そうか、マウスを買うともっと良くなるんですね。諸説あるんですけど、まあ、某ソニキさんって方がいるんですけど、なんかぺったんこなマウス使ってらっしゃって、でマウス買い替えたらやっぱりタスクするの早くなったっていうのを聞いてるんで、そうなんだ。はい、でもなんかそのぺったんこになった理由も結構筋肉でっていうのが聞いたことある。なるほどね。ソニキ筋肉さんね。2票なんだ、アルマさん。誰だよ、僕ともう一票入れたやつ。お前も高投票かい。あれ今見たよ、アルマさん。はいはい。はい、アルマさんの死体がコミュニケーションの横に横左隣に落ちてました。はい。外ですかね。外です。はい。あ、コミュニケーション外。はい。私、はい、多分すごい直近だと思ってて、はい、それこそ今ドロップシップでタスクしてるんですけど、右から左下に降りるアルマさんと私すれ違ってて。はい、なので割と直近だと思います。ライキさんは今ドロップシップですか。ドロップシップです。はい、南さん、コミュニケーション入る前に、コミュニケーションの上の迷路、アンテナのタスクをやっていたんですけど、その時神宮寺さんと一緒でした。なのでかなり直近で2キルダブルキルだと思います。え、それは嘘です。え、嘘ですか。それは嘘です。僕が神殿像を見たときに神宮寺さんは先に亡くなっていて、アドミを見に行ってばらけすぎていて、でなおかつ映ってない方が多かったんで、スペシメンに位置ついてたのをまず目視しようと思って、今僕スペシメンに向かってる最中だったんですけど、だからその時点でもう神宮寺さんは亡くなっていたので、直近っていう直近じゃないです。アルマさんは直近だと思いますが、神宮寺さんに関しては違うと思います。現状さん、現です。体感で構いません。どれくらいの幅ありました、その神宮寺さんからアルマさんまで。10から15ぐらいですかね。10か15ぐらい、OK です。はい、まあ、ざっくりでも大事なんで、はい。エレクトリカルが停電になったと思うんですけど、停電直しに行ったら、ゲンさんが扉閉まってる前で立ってました。はい、で立ってましたっていうか、はい。開けようとしてただけです。てか、実際開けたの私ですし。そうです、そうです。はい、で、ゲンさんが直してました、はい、エレクトリカル。
なんかそれなら申し訳ないけど、ヤミさんが神宮さん殺して行った先でアルマさん死んでたからならさぐらいに思って、あでもまあ他の位置聞いた方がいいと思っていて、僕は多分あの最終エレクトリカルですけど、その前ストレージの給油のうろうろしてたんでめっちゃ黒い位置だと思って、最終エレクトリカルあの扉の入ったぐらいです。スペシメン誰ですか？ビール、あ東なんで押します。あスペシメンの人は絶対隠しろですね。うん、あちなみにあのアドミン側のプシューが開くのも見てます。あ、じゃあ良かったです。はい。メンテンさんをしてもらっていいですか？あ、この後、いいの押します。ありがとうございます。ありがとうございます。完全に孤立してて、書店にラボ行って2つサスクやった後に、その時にドリルの扉が開くのは聞こえてて、で、最終、私もドリルでした。さっきの発言でめっちゃ怪しいことがあったんで言います。はい、どうぞ。ウェール、ゲンさんがエレクトリカル直してたから、その、まあ、任せようと思って、エレクトリカルのもう入り口のところでずっと立ってたんですけど、キップンさん起きてないです、うんうんうん。いや、僕は今だから言ったように、エレクトリカルに入る直前ぐらいです。いや、それでも見、それでも見えると思います。そこら辺立ってた。いや、なので多分ラグ関係だと思うんですけど、僕本当にエレクトリカルに入るか入らないかぐらいの、あの、金網。結構ラグで片付けるの嫌いなんですよね。ああ、ただ僕がインポスターでそこに実際なかったとしたなら、二人もすでにエレクトリカルにいるって言ってるのに、僕、後からエレクトリカルにいましたっていうのは言わないと思うんですけど。まあ、そっか。あ、でも、それだと、はい、エレクトリカルの前に来たとしても、はい、コミュニケーションを殺してから来れると。浮き道なのは間違いないと思ってますけど、最終エレクトリカルなのは本当にいたので、そこはあんまり。はい。コミュニケーションで殺した後、下回りでも、上回りなら分かりますけど、下回りだったら時間的に間に合わないと思いますよ。エレクトリカルの方まで行くの。あ、一応、ちょっとアドミンの、あの、停電になる前のところだけ言いたくて、僕は。はい。はい。で、あの、停電になる前のところで言ったら、アドミンのところで、エレクトリカルに1とコミュニケーションに1、で、スペシメン1、ラボ1ついてたんですよ。うん、なんで、僕はスペシメンから先見ようと思ってたんですけど、その人は確実に白いなと思ってたので、あの、神宮寺さんの死体が上がったタイミングだったんで、そこに死体はないなと思って、見に行こうと思って感じだったんですけど。なんで、僕目線東さんは白いかなっていうのと、神宮寺さんのキルに関してはベールちゃんはできないと僕は思っていますっていうのが、僕が神殿図見に行ったタイミングで、神宮寺、なんだっけ、あの、火山、なんかマグマあるじゃないですか、右側に神殿図見に、うんうん。あそこにベールちゃんいたの僕見てるので、それはキルは無理かなと思う。はい。うん、それなら、最終位置に菊野さんがすっごいいるのって、うん、割とベールも怪しいなって思います。ベールさんがそこに、マグマのとこいんだろう。給油をやってるので、いやいや、最終位置じゃないですよ。あ、全然時間あるんで、20秒ぐらい時間あるんで、ベールちゃんは全然移動できると思いますよ。押しました。はい、はい、なので、はい、とりあえず浮き一の全部の精査と、まあ、ペアなりするなりをちょっと話した方がいいのかなと思って押しました。ゲンです。ゲンはまあエレクトリカル直しているのと、もかなり、エレクトリカルに入ったタイミングで閉じ込められました。で、その手前が、O2 かな、左下だったと思います。ただその間誰とも会ってないので、その区間内にキルしたんだって言われたら、正直反論はできないですね。で、まあ、現目線だと正直、こことここで絶対一郎釣れるっていうラインが全く見えないので、うん、同様です。うん。なんとも言えないというのが正直な結論です。はい。はい。一応、現著目線で言うと、今の話聞いた感じだと、まあ、南マンのセルフはそんな追わないかなって僕は思っちゃってるのが、停電になってる最中に、こう、南マンが、まあ、ほぼ開けた同時タイミングぐらいでセルフになっちゃうんで、はい。なんか、うん、どうなんだろうぐらいには考えちゃいます。うん、セルフはあんま僕は追ってないです。まあ一応可能性としてはありますけど、ぐらいですかね。それかもし、白目で置いてもらえるんだったら、東が、今ちょっと一番
あ、グレーが濃そうなキップンさんについてきてもらうとかどうですか。あ、僕は、まあ、僕は別にそれでもいいですけどね、うん、はい、東さん、僕目線は東さんはどっちのキルも関われないって思ってるんで、あ、じゃあそれでお願いします、はい、なんか正直どっちのキルも南さんの近くで起きてるんだろうなって感じがしてならないって私は思ってしまうので、神宮寺さんの最終目撃はどなたになるんですかね。南さんがでしょ。それ以外の人で見てない、見てない、見てないな、うん、で私のその最後にアルマさん見た方向で下位置もそこってことは合ってるけど、まあ発見してるのが皆さんなのでって感じです。どっちかは殺しているのかなって思っちゃう、うん、仮にじゃあそうだった場合って、南目線インポスターが南さんだったら僕メリットがないと思うんですよ。だってダブルキルをして隠しろを作ってしまうラインができてしまうので、すごくデメリットだと思うんですが、うんうん、セルフはちょっと疑いにくいかなと。じゃあキップさんついてきてもらってもいいですか。はい、ついていきます。一緒のとこにあったらタスクやります。はい、わかりました。お願いします。お願いします。おはい、ウェポンで見つけました。今、キップンさん無理です。はい、今何色？オレンジです。オレンジ、はいはいはい。現状さんと南さん、どこだっけ？南さん、さっき現状さんと一緒にいませんでした、カフェ。私も見ました。はい、で、アドミンに行って、リンテイさんが死んでるってなって、バイタルに行って、リンテイさんが死んでるってなって、アドミンを見て、ウェポンが1ついてたので、そこに行ったら死体を発見っていう感じで、それまでゲンさんとゲンチョツさんとゲンチさんと一緒にいて、アドミンを出て、でゲンちゃんゲンチョツさんが上に行った、ゲンちゃんゲンチョツさんは上に行ったのを確認してウェポンに入ったっていう感じなので、もう直近ならゲンさんしか南はない。私目線、南さんがゲンチョツさんを切ったようにむちゃくちゃ見えます。私オフィスでお二人でも出て行かれたんで、はい、それ置いてもうボタン、はい、押そうと思ったらコミサバ始まって終わったんで、はい、うん、そしたら南がウェポンで死体発見するのって不自然じゃないですか。まあ私もアドミンまでご一緒してるんでね、うん、はい、アドミンウェポン1がついてたのは事実ですけど、3人で出るところまで確認してます。でも、うん、私見てたんですけど、現著さんが南さん追っかけてる風に見えたので、なんか、うん、って感じかな。だから南さんが追いかけてたんです。そう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 、私目線は、はい、これは並走してたら多分どっちとも取れるんじゃないですか。はい、ライトさんと一緒に会った時はラボで会ったと思うんですけど、その時は現象さんとワイと一緒に最初初手から割と一緒にいて、うん、で一緒にバイタルを見に行ってみたいな感じでした。で現象さんもバイタルを一緒に見て、で一緒にアドミンに入って、で結構ずっと一緒に行動してた感じです。 であればちょっと待ってください、ウェポンのキルってベールさん以外無理だと思いますけど、
え、なんで？あってベールさん、僕らのペアが入るとき、ウェポン入ってきましたよね。いましたね。え、ウェポンは入ってないです。コミュニケーションの前で2人がいるなと思って、うろちょろはしてました。なんかで、一回、ボイラーの方に行って戻って、ベルさんに入れます。え、なお喋らせて欲しかったのに。ボタンを押します。そっか、よかった、今決め打ちかと思った。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、通信番号が入ってました。ここで決め打ちしないとダメですね。ごめんなさい、いや、コミサボ直ってると思っちゃいました、僕、すいません。いや、正直、私目線は、キップさんと東さんができない主張してて、現状さん殺しが原作か南さんのどっちかだと思っているので、でね、私目線はベルさんだけなんですよ。ただ格狼なので殺して、ウェポンの扉が閉まっているのにそれをわざわざ開いて死体を発見っていう めちゃめちゃ不自然な流れだと思うので、南さんにまず入れてほしい、いただきたいです。まあ南さんは所定の段階で容疑者であるということと、私アドミンで南さんと現地さんと私って3人セットになったタイミングがあり、私も、はい、ウェポンの位置は信任しています。で、ウェポン1を南さんと現長さんお二人で見に行かれたので、あ、じゃあもう私は、カフェに残るかっていうことで残ったっていうのが時系列になります。で、南さんとか現長さんとずっとセットにいたにもかかわらず、現長さんがいなくなっていたことに関して、なんか特に触れないのは不思議だなと思いました。現長さんどこに行かれたんですか、カフェ出た後。カフェ出た後、上のコミュニケーション側に、上に抜けています。それ不自然じゃないですか。オフィス、ウェポン1行った、ウェポン1見たんだったら、まずそこ見に行きそうなもんだと思うんですか。いや、正直私はドロップシップに、ずっといたので何もわからないんですけど、今回ずっと上にしかいないんですよ私。ライキさんまたドロップシップに、タスク終わってない、さっきもタスク終わらなかった。いたまいましたよね。ドロップシップに2つタスクあって終わらなかったんですよ1個。なのでラボやった後ストレージの給油もう1個やってドロップシップで鍵開けのタスクしてます。いや、南さんのレポートは白いんだけど、なんか論理的には南さんの方釣りたいかな、南さんから釣るなら釣りたいかなって感じなんですよね今のところ。そしたらゲンさんも確実に釣っていただきたいです。あ、釣るならじゃあライキさんの白が取れるならそこローラーでもいいかなって思って、私がウェポンで殺してるのであれば、先ほどじゃあゲンチョさんを殺してるのであれば、あ、じゃあ現長さんを殺しているのであれば南さんか源さんが見てるはずですよ私を下で。まあ、ずっとドロップシップおられたんだったら、まあ、東さんに合わせたい。南さんに入れるしかないです。私のことをラボで見てる南さんがいます。いや、ごめんなさい、もうスキップ入れちゃいました。あ、じゃあ源さんまでついたいな。まあ、ベルさんで落ちてると思うので、はい、はい、お疲れ様でーす。そこにいるんですか？すごすぎるんですよ、ゲンさんが。え、そうですよね。頑張ったねー。僕、インポスターとか。インポスターで何も喋ってないのに、なんか終わってしまった。あ、そういうことか。ゲンさんが最初に。アルマさんの表現がめっちゃ好きだったな。ベールさんに波の流れ玉。すごいかったなー。ベールちゃんがすごい流れ玉にやった。なんか、やばい、あれはマジスパーあれっつって。すごい、最後の最後なんか1キロ以上先の流れ玉飛んできたみたいな感じ、商談だったマジで。スナイパーでしたね最後の。いや、そう、いや、キッペンさんと僕がその、はい、コミュニケーション入った時に最初ベールさんいたじゃないですか。いました、いました。そうだから入りたくないなと思って待ってたら、うん、次ウェポン、そうベールさんウェポン行ったから、うん、ベールキッペンさんが黒かったと思ってたから、殺されないんだと思って東さんが殺されるかと思って見てただけだった、うん。あ、そうなん、そう、そこでウェポン行ったんだと思って、もうそこしかないじゃんと思っちゃいました。なるほど。運が良かっただけです。浮き位置の方が多かったので、多分それで的が絞られなかったんだと思います。いや、ごめんなさい、でもあそこ、源さんに僕がキルされたのがいけないんですよね。現状さん何でも行かれたんですか？私それで、あ、ラッキーと思って殺しちゃったんですけど。エレクトリカルに1ついてて。あ、そっちを見に行かれたんですね。そう、エレクトリカル1が不自然すぎたんで、何かないと、あれじゃないですか。うん、まあ、あまり行かないところですよね。うん、なんか、あ、これ死体だと思って、ミナイマンついてきてくれって言って、行ったら、ちょうど僕とミナイマンが離れちゃって、そこキルされたって感じです。あ、すごい。いやー。ミナミはウーボンにあるって思っちゃったんで。さっきの最後って、あれは、もうベールちゃんで連れてるってみんな思ってた感じなんですか？私は思ってます。僕思ったんでスキップ入れちゃいました。あ、そういうことか。あ、なるほど。私目線ベールちゃんが一郎じゃないとおかしなことになってしまうので
東さんがキップさやってないって言ってるし、あそっか、一人でニキルしてるかもって話題がなかったのか、なかったですね、なかったですね、もうダブルキル絶対で動いてたんで、そうですね、いやごめんなさい、いろいろミスった、あダブルキル絶対で動いてたんで僕そんなに詰められなかったんですね、そうそうそうです、なんで本人が分かってる、いやもう僕目線ゲンさんがニキルってもう頭にあるから、まあまあまあインプスターですね、もうそれで口滑らせてたらもうコメントが叩かれてました、ずっと黙ってました僕は、てめえなんで言ってんだよ、いやキップンさん白いなと思っちゃ白かったでしょ、頑張りました僕今回白さんに頑張りました、さあ行きましょう、はい、よろしくお願いします、着替え直しをお願いします、めっちゃミスリードしてしまった、いや申し訳ない、私目線格狼だと思ってもうのんきに考えてた、そう南湾さんはレポートが白いんだよね、どっちも、うん白かったですね、うまかったと、いい、うまかった、ゲンさんがうまさかった、うまかった、いきますぜ、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。